こんばんは、ミサマユミさん、体調が改善されたみたいで本当に良かったと思います。ただね、やっぱり体調の改善っていうのは終わりがあるわけじゃなくて、ずっとやっていかなくてはなりませんよね。特に糖尿病ということになりますと、一生の付き合いをしていくってことになりますし、まあ、悪化しないようにね、悪くならないようにしなければなりません。人工透析なんて言ったら本当に時間の半分ぐらいを取られてしまいますんで、ものすごい大きなね、痛手になると思います。で、治療っていうのは本当にね、楽しくはないですから、苦しいばっかりですね。苦しいというか不愉快なばかりですからね、周りの方にも手伝ってもらわないといけないということで、引け目もできちゃうのかもしれませんし、何かと過ごしにくいんで、やっぱり健康っていうのは何も起きてない時に健康を維持するためのリスクヘッジをしておくってことね、本当に全て一緒ですよね。ビジネスも何も起きてない時にリスクヘッジをしておいて、いざという時にはリスクヘッジが発動するみたいなことをしとかないといけないので、多くの方はいざという時に何もしてなかったことに気づいて、やっとね、その時にやっとけばよかったとか言ってね、あと付き合いけばで、なんかこの逆転の方法はないのかって探してしまいます。本当にですね、事業がうまくいかなくって借金街道を転落している時に、一発逆転の投資案件とかね、 FX とかね、暗号通貨に飛びつくような、そんな心理ですよね。はい、まとめまして、後半の方ですね、回答するのに、まあ、私の仕事ぶりですよね。私は今2019年、今こんな暮らししてます。2017年の6月からこの暮らしになりました。それまでね、何を隠そう、私はですね、まあ、麻雀店ありましたからね、店舗が。麻雀店の営業時間っていうのは、だいたい朝10時から深夜24時。で、24時に店舗は終了しますけども、そこから片付けだとかね、段取りとかがありますんで、まあ、帰宅するのは25時前後というところですね。そこから、まあ、遅い夕食を食べたりとか、家事をしたりとかね。そういうふうなことをして、空いた時間というのはそこからなんとか使えるかなというところでございました。で、朝は10時に、まあ、お店の方に行くという、ね、スケジュールだったんですけども、もちろん10時に行けばいいと思うんではないんで、まあ、大体9時半とかね、そのぐらいに出たかなというところです。まあ、私は店舗のすぐ近くに住まいがありましたんで、本当にすぐ、ね、5分もかからないところにありましたんで、そんなにね、通勤に負担になることはなかったですけどね。さあ、そこでですね、スケジュールです。もともと店舗をやってる時っていうのは、最初は土曜日だけ休んで、あとはずっといるみたいな感じでした。人も雇えませんでしたしね。それが2007年ぐらいから始まりましたけども、そうですね、2010年とか11年ぐらいになってくると、まあ、かなり順調になってきて、店舗の方はね、オペレーション的には順調になってきて、で、私は店舗にあまり行かなくても良くなったんですよね。だから月に1回行くか行かないかみたいな状態の時もありました。ただ、そういうことをしている時に、私がね、じゃあ浮いた時間と浮いたお金どうしてるかっていうと、まあ、豪遊して無駄遣いしてたんで、一気に転落するわけなんですけども、さあそこでですね、いつだったかな、2012年の末から2013年にかけて、私はまあ一大決心をしました。そして、インターネットビジネス塾速化塾ってものを2013年の7月20日に始めるわけなんですけども、そこからの私のスケジュール。なんですけども、店舗に行く日っていうのはだいたい週に3回ありましたね。必ず行く日が2日ぐらいあって、半分ぐらい行く日が2日ぐらいあってって感じですか。だから合計して、3日です。その週3日の出勤時間のスケジュールっていうのはやっぱり朝10時から25時でした。ただね、この速化塾を始めた時から私はどちらかというと店舗は、もう自分の業務のね、隅の方に行ってしまいまして、ただまあやることはね、しっかりやってたんですけども、まあ営業活動もしてましたしね、店舗の方はなんとか持ち直すようにってことも考えて、それはギリギリまで変われなかったんですけども、ただ私の心の中での可能性としてはですね、店舗を10年続けてなんとかなる見込みはないけども、この新しいインターネットを使ったビジネスっていうのを使えると、これ10年どころじゃなくて3年か5年でケリがつくなっていうふうに感じたんですよ。そしてインターネットビジネスっていうのは何かっていうと、インターネットを使った広報活動、広告活動なんですよね。多くの方に自分というものを知っていただくとか、自分の会社を知っていただくとか、自分の商品を知っていただくってことなんですよ。で、それができるようになったら、自分のことを知らせることができるほど有名になってきたら、今度は人のものを紹介してあげるっていうふうな、広告代行業っていうんですかね、そういうこともできるなと、広告代理店もできるなと思ったわけなんですよ。さあ、そこで私のやることは、店舗をインターネットを使って Facebook とか YouTube で紹介することももちろんやったんですけども、その紹介する手法を一生懸命学ぶこととか身につけることが第一になってきましたね。まあ、そうすると自分はインターネット、私はね、速化塾をやっているようであって、店舗も誰よりも支援していることになります。 Facebook にはオープンリーチってグループが未だにあると思いますけども、こちらの方で500いいねぐらいつけたのかな。そうするとね、
フェイスブックページに書き込むごとに500人のいいねをつけた、これは既存のお客さんです。既存のお客さんにつけてもらいましたからね。だから来店したことのあるお客さんにいいねを押してもらって、来店してくれたことのあるお客様にフェイスブックを通じて告知ができるということです。そしてね、店舗の方ではメールマガジンもやってました。創業当初からやってましたね。店舗の方のお知らせを皆さんにメールマガジンで配信するという形になりました。これは一部社員に振ったこともあるんですけども、結局文章力とかね、あと知らせる活動の難しさといいますか、やっぱりね、麻雀店に勤める従業員というのは麻雀ができればもういいわけなんですよ。麻雀以外のことは基本的には負担なんですよね。だから営業活動とか総務とか経理とかこんなもんね、全然やってくれないですね。もちろんそういうことを期待して募集したわけじゃないんで、やれなくてもしょうがないんですけどね。特に広告とか弱かったですね。広報活動とかお知らせする活動が、友達が増えないわけなんですよ。知り合いが増えない。麻雀店に勤めてると。増えてるのは私だけです。それはね、私は異業種交流会とか行ったり、ランチ会とか、せっせと行ってたわけなんですよ。で、そういうところから、麻雀店っていうものを有名にして、いつかもう一度麻雀店でね、ゲームをしてくれるようなお客さんにならないかなと思ってたわけなんですよ。そういう形なんで、飛び込み営業が来たら、必ずね、私の麻雀店のお客さんにしていましたね。で、もうちょっと、あれですね、質問の内容を戻りますと、どんなスケジュールかっていうと、基本的にね、朝起きて、店舗に出勤するまでの間は、特にインターネットを使った活動ってのはほとんどできませんでした。やるとしたら、これから出勤しますとかね、主にはインプットですね。自分の見えているお客様とか、従業員様とか、それから他のね、自分の麻雀店のお店に関係がある人がどんな発信しているのかってことを細かく見るのが、だいたい朝7時から8時9時ぐらいまで続きました。そして10時になると今度はお店の作業がありますんで、インターネット一生懸命することはできませんから、なんと言いますかね、掃除をしたりとか片付けしたりとか買い出しに行ったりってことでございました。で、そこから麻雀店の営業といっても、私は突っ立っていればいいと思うんじゃなくて、自分自身も麻雀をしなくてはいけないんで、結構時間が空かなかったですね。でも時間が空くたんびに記事を書いたり、YouTube の発信をしたこともありますしね、 Facebook をコンテンツ埋めたりとか、アフィリエイト活動のためのサイトを作ったりとかしてました。でも2013年からやってたことの活動っていうのは、自己アフィリエイトでちまちま毎日毎日売り上げを上げてることでした。麻雀店っていうのはアイドルタイムって言って、お客様同士が麻雀やってる間に特にオーダーがかからなければやることがない時間っていうのが生まれるわけなんですよ。そんなにたくさんはないですけどね。そういう時間を使って自己アフィリエイトをやったり、サイトの作成をやったり、メールマガジンの記事を書いたりとか、あとね、速稼塾の塾生さんとのコミュニケーションを取ったりしましたね。さすがに YouTube は撮りませんでした、そういう時は。そういうような形で、麻雀店の営業がやってる時でも、業務中にやっぱりインターネットを使った、ね、活動っていうのはやっていたって形になります。ただそんなにたくさんはできません。ほとんどやらなかったと言ってもいいぐらいです。で、営業が25時まで続きまして、25時からの私の暮らしなんですけども、そこでですね、サイト構築をしたりとかね、コンテンツ作ったりとかやってましたし、速稼塾の塾生対応とか新規塾生希望者の対応っていうのは、基本的にはお店に来てもらいましたね。私の経営しているお店の方に待ち合わせをして、で、他のスタッフさんにちょっとね、お客様のね、麻雀店のお客様の対応を任せて、私は奥の方で麻雀卓の上で面談をしているという形です。で、場合によってはそこでパソコンの指導をするという形でした。ですんでね、時にはちょっとその、いいですか、速稼塾の塾生さんを待っていただいて、お店のことをやってってことをやってましたんで、本当にね、もうめちゃくちゃでしたね。そう考えてみたら全然その分業してなくて、両方同時にやってたって形でございます。ただね、これをね、麻雀店じゃなくて、例えばカフェとかで例えると、お客様が、そんなに大きく動かない時とか、落ち着いてオーダーも頻繁に来ないタイミングってあると思うんですよ。その時にインターネットの活動をするとかいうことになりますかね。さあ、それでね、まとめますけども、はっきり言ってね、今の業務をしながらインターネットを活動するっていうのは相当上手にやらないと無理なんで、それはあんまり考えられないですね。もうとにかく空いた時間を見つけてはやるってことになりますから、当時私ができたのはツイッターの、アカウントをたくさん作って、そのアカウントでオートツイートって言って自動的に発信するネタをもう盛り込んでおくんですよ。一つのアカウントにつき1日に20ぐらいね。で、あとは手動で、1時間に1個ぐらいツイートをするって形ですね。そういった形で10個ぐらいのツイッターアカウントを同時運営して、店舗を広めるために使ってました。ただそこからの来店はなかったです、残念ながら記憶している以上はなかったですね。で、その他ですね、Facebook は
集客ができました。 Facebook に自分の動画の URL を貼り付けといて自分のお店の紹介をするっていうのはね、効果がなかったわけではないんで、これはできましたね。要するに今ミスターまゆみさんの立場でやるとしたら、もしくは他の市長さんの立場でやるとしたら、あのなんですかね、会社の上司とか会社に掛け合って Facebook とか YouTube っていうのがこの会社の当社のね営業活動にむちゃくちゃ有効なんで、私をそれをやらせてくださいというふうにお願いして、その権利、権限と責任をいただいてですね、部分的に。で、毎日記事を書いたり、毎日 YouTube で発信すること、会社のことを紹介する、会社の商品を紹介する、会社の社員さんで魅力的なことを、人を紹介するっていうふうな YouTube とか Facebook チャンネルを、まあ、1日の業務のうち30分でも1時間でも、それに当てさせてくれっていうことでね、交渉しますね。これは立派な広告活動なんで、それがダメだっていうところはあんまりないと思うんですよね。ちょっと一旦動画切りますね。まあ、はい。ということでね、本当に隙間時間を私が記憶してないぐらい見つけては見つけては活動してだった形になります。基本的に拘束時間、私もそうでしたし、多分ね、ミスターメインさん他、皆さんも長いと思います。1日に12時間ぐらいは会社のために使ってるでしょう。で、場合によっては私みたいに16時間ぐらい、会社のために使ってるかもしれません。そうなるとですね、残りの時間でがっつりとサイトを量産するってことはできませんので、それはサイトの量産ではなくて、最初はね、最初は私はサイトの量産ではなくて、自己アフィリエイトを教えるってことをやってましたね。自己アフィリエイトを教える時っていうのは、お互いに空いてる日程を取って、そこで1時間なり2時間なりを消費すれば2万円っていう売り上げが上がる、1万9800円っていう売り上げが上がるんで、非常に計算が単純だったんですよね。で、はい、言ってる内容とかやってる内容というのは基本的にいつも一緒なんで、やればやるほど上手になっていって、やればやるほど、なんですかね、ミステイクっていうんですかね、トラブルに対する対処法が身についてくるんで、ものすごくね、最後は、短い時間で、1時間で何でもかんでもお伝えすることができるようになりました。今ではもっと短いですね。今では30分あれば、自己アフィリエイトの基礎から原理から、それから実際に実績を出すところまでお伝えすることができるようになりました。まあ、スムーズになってきましたよね、いろいろと。そういった形で、とにかく、そうですね、タイムスケジュールをね、明確にするのは難しいんですけども、その日その日で違いましたんで、まあ、基本的には私も拘束時間が長い中、その合間合間を縫ってツイッターやったりとか、Facebook やったりとか YouTube やったりとかってことの積み重ねでしたね。まあそんなところかな。だからちょっと参考にならなくてすいませんけども、とりあえずやらない日はなかったのと、新しい人に会わない日はなかったですね。とにかく毎日誰か新しい人に会っていて、深夜だろうが早朝だろうが24時間なんとか都合をつけて誰かに会う、何かを語る、誰かから不満とかを聞くみたいなね、そんなことをしていました。要するに人と会ってない時ってビジネスが進んでないって、そのぐらいの感覚でしたね。まあそんな感じかな。はい、すみません、十分な回答になってないと思いますけども、私のスケジュールはちょっと明確にならないぐらい隙間時間を使っていたということですね。肝心なのはね、人に、新しい人に会わない日が一日もなかったということです。それはもうほとんど今まで続いてますね、その時から。ほぼ隠居して、さすがに会うペースは落ちたんですけども、それでもね、年間100人以上の新しい人とは出会ってますんで、多いんじゃないかなと思います。はい、以上ですね。すいません、まだこういうところが聞きたかったんだよっていうのがあると思いますので、またご連絡いただければ幸いでございます。では失礼します。